はい、どうも皆さん、つばめ三条 TV ですけども、いかがお過ごしですか？今日も飲みたいと思います。まこま、今日はどこ行くんですか？ハンバ唐揚げの名店行きましょう。ハンバ唐揚げの名店、あそこですね。はい、あのクリスマス時期に何千個も売り上げるという、行列ができるという、渋滞ができるという店ですね。そうです。わかりました。じゃ行ってみますか。行きましょう。はいよ。すみません、生3つください。お待たせしました。ありがとう。乾杯。大好き、もうこれ。え、マコマン、いつも来たら何頼むの？まあ、柴わかめとかカワスあたりとか。あー、有名だね。すいません、柴わかめ一つください。あ、カワスも一つください。はい、お待たせしました。おどーす。じゃあ、いただきます。間違いないね。純粋に間違いない、これね。カワス、なるほど。鶏の皮をなんか揚げて酸っぱいのにつけたかな。うん、うまい。いい。合う。合うね。すいません、ハンバ一つください。はい。やっと出せ。くじとかもあるじゃん。そうですよね。くじ頼んでいい？はい。すいません。肉串タレで3本と、皮ともつを3本ずつ塩で。お願いします。まあ、わからんと思うけど。ほら、もう匂いでもうですよ、ほら。うん、合う。このカレー臭とルービーがめちゃ合うって。食べよう。あ、すいません、すいません。あっちやよ。あっちやね。うほほほ、絵面がもう素晴らしいね。うわー、うわ、これはやばいね、マジで。あっちゃおお、マッと、これガーリックパウダーをかけるんですか？で、まあ、自分だって、どんくらいストップって言って、ガンガンいきましょう。ガンガン。え、嘘でしょ。俺今日昼飯ラーメン順でニンニク入れすぎたんだけど大丈夫？でで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 でめちゃめちゃうめえ、マジ。これはわかる。これ揚げたって半端ねえね。めっちゃ染みてんもんね。衣じゃねえじゃん。え、俺このパリパリだけ買いて。あー、俺めっちゃうめえ。やべえ、うん、ありがとう、マゴマ。もうカレーと
チキンの旨味とガーリックがもう俺を止まらせないよね。止まらせないよ俺を。もうね、これはハマるの分かる。うん、めっちゃ食いづれ食いづれこれでも噂でも切ってあるのもあるんでしょ。そうですね。ブツ、ブツは最初にカットして揚げる。あー、なるほどね。なんで衣率が高くなるんですよ。でもいいね、その分火の通りが強いんで。あ、ここまでジューシーさがないんだ。うーわー、やっぱ地元の人に聞くべきらね。なので食べやすさを求めるならブツ、ジューシーさを求めるならハンバのまんま。カットってのもあるんですよ。おーっと、ハンバを揚げてからですか。揚げてから切る。そうですね、メニューにはそんな書いてないですよね。ローカルしか知らない。こう出ますよ、テスタに。はい、どうですね。あーちゃ、なになに、どうした。皆さん2中学くらいね、確かね。ね、俺3中学だ。皆さん何中学っすかね、マニュアルです。肉串、皮もつ串。うん、これ肉先いただきますよ。すいません。うん。タレも美味しいね。これまたほら、胸だってね。胸っていうのがいいね。ヘルシー。ヘルシーライね。ね。めっちゃいいね。この木川浩司みたいな人誰なんだろうね。本当これね、昔から僕このスーツはグラスメンズとか昔の DC ブランドのスーツだと思うんで、もうすごいな。こっちだよ、が持つレバーと、あ、おいしい。うん、うん、すいません、レモンサワー一つください。ありがとう。俺もこれ何杯目の痛風知らずなんだ。うん、治ったね。チクチクは治ったっけね。12枚。それで今度か。うん。12枚、ほら、前ね。俺が入ってからもう待ちになったもんね。すごいね、レベルが違った。どうですか？レモンサワーってさ、もともと慣れてねんて。飽きるよね。飲むなさ。ビールはずっと何ガロン飲んでも飽きねえんだけど。レモンサワーってまだ飲み慣れてねっけ。うん。これ、七味はねばな。じゃあ、詰めよう俺、ほんと。昭和50年のやつなの。まあそうだ、ものづくりの町らね。長持ちするってまこまん、どうも。おお、ここ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 聞いてるだけなんだけど、いや、それだい。あ、優しい味だね。新潟の酒は優しい味する。お待たせしました、バンバンジーです。おー、
ちゃいいサイズ感のバンバンジーじゃん。パウマ半端なくうまい。パウマまた酔ってんじゃねえだってこれが撮影さ、あ、残念残念。いいね。え、もう締め言っていいですか。かけそばと鶏汁いっていいですか。いきましょう、はい、すみません、かけそばと鶏汁1個ずつください。じゃあね、そばと水と鶏汁。ありがとうございます。もうね、香りがありありですよ。鶏、ネギ、豆腐、いっぱいなお汁。ほぼやけどしますからね、これね。はい、これ日本人でよかったー。もう日本人でよかったー。もうできたねー。かけそばに、でも僕もでも月見になってるけどメニューにはないけどね。ローカル大体月見にします。うん、閉まるね。うんうん、半端なくうまい。パウマラッケの、あー、すいません、はい、ありがとうございます。はい、伝票できましたね。いいですか、こんなに飲んでたらこんなに飲んでたら、いいですか、値段は見せれません。いや、ママさんありがとうございます。本当もうね、お腹もいっぱい、胸いっぱいだって。あ、そうですか、ありがとうございます。いろんな地域の人とかさ、ちっちゃい人とかが来ればいいなと思うんだけど、うん、結構ね、うん、いる、うん、嬉しい。こっち方からちっと引きたい、ね、来るんですか、嬉しい。そうなんだね。じゃあ、まあ、まあ、これを見てるね、皆さんもね、まあ、こう、つまみ三条としてひなのりかりこさんに気に入っていただいたら、チャンネル登録と一緒に、じゃあ、高評価してもらいたいな。ぜひお願いします。またお願いします。じゃあ、ママちゃんも一緒にバイバーイ。